下手馬とは創作活動において技巧の稚拙さがかえって個性や味となっている様を指す言葉。技術が下手で美術的センス、感覚がうまい。つまり技巧的には下手であるが人を引きつけてやまない魅力があるものを指す。ただし、稚拙さを技術不足ととるか、計算や個性、あるいは味と捉えるかは受け手の主観によるところが大きいため明確な定義は 存在しない。そのためか、下手下手という表現も存在する。物事には、本来、上手いと下手の相反する概念があり、上達するということは下手なところから上手いところへ、登っていくことで、二曲の間には一筋の道が存在する。しかし、両者とは全く別の尺度である、面白いという、第三曲が現れ、面白いものに、メディアが注目すれば、 大衆もこれに追随するという図式が成り立っていく。その中で多少うまくなくとも面白ければ良い。つまり、技巧に関わらず何らかの形で金銭に触れる。作品であれば受け入れられるという文化的基礎の下に、ヘタ馬文化が芽生えていったと言える。ヘタ馬と称される芸術主張は他の芸術運動と異なり、明確な痕跡を残しておらず、誰がいつ頃からどういう必然性で、 いかなる理論をもとに生み出されたかは、不分明である。むしろ、運動というより、文化現象と表現する方がふさわしく、かっこたる理論を持たないうちに広まったものとみられる。しかし、イラストレーターの山藤正治の回想によると、1970年代、初頭、下手な作品を並べた、あるイラストレーション店を見ていたおり、知人のベテランイラストレーターと交わした以下の会話から、 ヘタウマという言葉を初めて耳にしたという。いやあ、面白いですね。どういう一派なんですかグループ名はあるんですかと私。そういうのはないでしょう。私たちは勝手に、ヘタウマ派と呼んでいますがね。自然発生的に生まれたんですよ、と、ベテラン。ヘタウマ本当は描けばみんな上手いんだけど、わざとヘタに見えるようにしてる。言葉の順で言えば馬マヘタなんだけど、 それじゃ、説明的で、インパクトがないので逆にして下手うま。うまくすると、新しいムーブメントになるかもしれないけど、一過性の現象で終わるかもしれない山藤は、イラストレーション展における、下手な絵の生命力や、親近感、包容力に圧倒されるあまり、これからの文化全般に関わるキーワードになると、直感したとの感想を述べている。1980年代に入ると、 イラストレーターで漫画家の湯村ラ・テルヒが使い始め、当時の日本におけるイラストレーション界を席巻するに至った。講師となったのは、コピーライターの伊藤重里が原作を、湯村がイラストを手掛けた、情熱のペンギンご飯である。イラストレーターのヘダウマハは他に、河村洋介、下田由美子らがいた。漫画家としてその後は、渡辺和弘、恵比寿ヨシ根本隆。 三浦淳、知り上がり久殺しらがフォロワーとして兼任。特に知り上がりは、横浜美術館や広島市現代美術館での展覧会や古典にて、インスタレーション作品を発表しており、美術の領域にも活動の幅を広げている。上記のイラストレーター、漫画家はいずれも商業的成功を収め、一過性どころか現在に至るまで、一回の文化現象として認知されている。 山藤はミスター下タウマを生児サダとして生児がうまさを出すと読者との距離が離れてしまうために出さないようにしていると述べている。徳川家光、うさぎず、ヘタウマという概念がすっかり定着した感のある21世紀初頭の日本において2019年初頭には美術館が公式の企画展覧会にヘタウマという用語を初めて大々的に採用した。 府中市美術館のへそ曲がり日本美術全画から下手馬までがそれである。この企画展は中世日本の全画から現代の下手馬漫画まで展望することを標榜したもので職業絵師や絵師でない歴史的人物が描き残した神妙なる絵の数々を紹介しており、その中には現代感覚でいうところの下手馬に該当するであろう作品がいくつか含まれていた。 とりわけ主催者が注目を促したのは、江戸幕府第三大将軍、徳川家光が手図から描いて、諸大名に送ったという、うさぎ図や、耳ずくずで、ゆるく可愛くも得体の知れない絵柄が、じわじわと印象に残るものである。歴代徳川将軍の中で最も多くの大名家を、改易した警戒すべき主君、家光から、久保様のありがたい声を授かった大名の真珠は、どのようなものであったか。 大事にしまい込まれて、綺麗な保存状態で今日に伝わったのは、ある意味、当然のことであったかもしれない。アンリルソー、ムッシュ X の肖像、モデルは、ピエール・ロティ。1891から1910年間の作。また、この企画展は、アンリルソーを西洋絵画における、ヘタウマのワンソに位置づけている。正規の美術教育も、先達の指導も受けなかった。 ルソーの作風は、技術のつたなさと卓越した芸術的センスが奇妙な、化学反応を起こしたような独特の魅力があり、ほとんど全ての人々から、絵の具箱をもらった六歳児が、筆の代わりに、指で描いたような絵だなどと嘲笑されながら、ポール・ゴーギャンをはじめとする、同時代の先進的画家をして、どうにも素人に過ぎる絵だが、我々には描けない何かがある、絵の将来像がここにある。 これこそが絵であるなどといった胸の高い評価を得てもいる。一つ、例を挙げるなら、陰影の付け方は写実にほど遠くひどく、平面的で舞台美術に見られるかき割りのような面向きがあるが、このような画法を一つとっても、技術を基礎から抑えて、プロになった同時代の画家たちからは、生まれ得ない表現であった。皮肉なことに、ルソー自身は画家として正当な評価を望んでいたが、 生涯にわたって主流とは縁がなく当時のほとんどの一般人と画家にとって下手すぎて笑える画家という惨憺たる低評価のままで終わった未来に成立する下手馬という概念がまだ気配すらない当時ではどこまで行っても下手は下手でしかなくゴーギャンのような既成概念にとらわれない一部の天才だけが進化に気づいていたなお 地説にも見える松田翔平のような作風の画家を、下手馬あるいは、下手馬に通じると捉える人が参見されるが、それは、技巧を追求して行き着いた後、子供のように無心で描くという理想を追い求めて日々、描き続け、それが故に一見すると地説と思えてしまう画法に到達した、そのような作風であって、下手馬とは、性質の全く異なるものである。 屋外で描いていて通りがかった一般人に私のまだ小さな子供もこういう絵を描きますよと言われた松田であったが当人にとってそれは何の屈託もなく幼子のように無心で描けるようになったことを示す何より嬉しい惨事であった歴史説で述べたように糸石毛里は情熱のペンギンご飯の原作を手掛けているが1980年代以降 西武百貨店などで優れたキャッチコピーを量産したことでも知られる。山藤商事によると、この時期、同百貨店で開かれた自身の展覧会のパーティー会場にて、一枚の広告パネルを持った糸井開口和服を着て、床の間に正座した映画監督のウディアレンが、美味しい生活と、毛筆で書かれた長藩紙を掲げるという写真であった。 山東にしてみれば、いかにも外国人が書いた、風な下手くそな字であったため、糸井に、下手だねと正直な感想を漏らしたという。これに対して、糸井は、でしょ。でもこれがうまかったら面白くもなんともない、普通の広告写真になっちゃうんですよ。これが下手だから、大衆の心に引っかかると、自身の戦略を述べたのである。ありがとうございます。